どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレートと申します。今回は腕前のブレ幅を減らすための改善と考え方です。腕前の安定はスプラをしたプレイヤーなら何かとぶち当たる壁かと思います。僕自身もあることをするまでは腕前が安定せず、そもそもガチマッチをするのが嫌になっていました。そこで今回は腕前のブレ幅を減らすためのお話をしたいと思います。今回の話は経験談を元にしています。全員に当てはまる話ではないですが、スリーに向けても参考になる話だと思います。今回はこんな感じで進めていきます。腕前は個人の総合力、対面を上げる方法、立ち回りを良くする方法、思考を増やす方法、キャラコンを伸ばす方法となります。こちらの内容でいきたいと思います。それでは早速いきましょう。腕前に関してよく聞くお話ですが、エスプラから A に落ちたということをよく聞きます。この話を聞いた時に実際に動画で見たりプラベで観戦したりしてみると、そもそもキルはエスプラ並みなのにヌール関与は A ぐらいという動きに差があることが多いです。もちろん総合的に X いけそうだなという方もいました。ただその時の感覚としては、知識はちょっと甘いけどキルもカバーも立ち回りもレベルが高いという感じです。その両方を踏まえてガチマのことを考えてみると、大きく4つの項目のバランスが整っていると腕前の安定につながると個人的な結論が出ました。その4つの項目が対面、立ち回り、思考、キャラコンです。これをグラフにして一緒に見ていきたいと思いますが、 A さん、B さん、2方います。両者とも対面エスプラですが、立ち回り、思考に関しては差が開いているというようなグラフになってます。この両者がいた場合ですが、安定しやすいのは見てわかる通り B さんです。理由としては味方に左右されない実力があるからです。もちろん何か一つ飛び出していればエスプラは達成できますが、それは低い部分をチームがカバーしているから勝ててるだけに過ぎません。 AB ともに対面がうまくいかなかった場合、他の能力を使って勝率を上げる必要があります。これを見てみると、一人で勝てるというのは一人でチームの不足分を穴埋めできることにあります。そう考えてみると、今の自分は何が足りていないのか見直し改善しないといけないですよね。また反省するにも適切な分析が必要です。こういった仮説はとても大事だと思います。それでは分かりやすい項目から見ていきましょう。まずは対面についてです。対面とはキル数とシンプルな項目ですが、全ての行動の完結する部分にあたります。いくら甘い行動をしてもキルができなければ負けを誘発します。それぐらいシビアなものだと思います。そのため対面に関してはキル数がデス数に対してしっかり上回っているかということが重要です。もちろんデス数が少なく大量のキルが取れれば最高です。ですがそんなことは滅多にないと思います。なのでまずは自分なりにキルレート、キル数とデス数の割合ですね、こちらをしっかり把握し目標を立てましょう。まずは把握し目標を立てて意識することが大事です。それでは前提をお話しした上で対面力を上げる方法に移ります。一つ目は実践です。できればガチマッチに潜りましょう。同じレベルの相手と対面をし続けることが重要となります。二つ目は全ての武器種を触ることです。これに関しては縄張りでも大丈夫です。他の武器を触ることについてですが、対面が勝てないという方は他の武器を使うまたは知るということをあまりしてない傾向が多いです。クラスターはこういったタイミングで詰められると対応ができないとか、マニューバーはスライド後の硬直に隙があるなど、プレイしてみないとわからないことが多いです。慣れない武器を研究しながらプレイすることは一種の縛りプレイでもありますが、そのカスが外れた時に愛着のある武器の使いやすさやいい点がわかると思いますので、ぜひおすすめです。実際僕は全ての武器の調子を最低でも5まではして研究しました。するのとしないとでは大違いでしたね。あとはスーパー着地など一定のスペシャルを覚えれるようにしておきましょう。スペシャルの対策につながってきます。それを繰り返して対面に関することだけをどんどん覚えていきましょう。立ち回りを良くするにはまず立ち回りについて知ることが大事です。立ち回りとは自分が有利になるように工夫して行動することです。ということは自分が有利になるための方法を知らないとこの立ち回りはいつまでも良くならないということです。そのためにはマップの知識が重要です。縄張りもガチマッチもそれなりにしてるからと大丈夫と思っていると落とし穴にはまりやすい部分です。
例えばガチホコの把握するものはルートの数とその優位性だけかと思いますが、敵の待ち伏せポイントやカウントの死守ライン、メインやスペシャルでの自主防衛ラインといった部分も必要となってきます。これを知っていると焦って前に出てデスしたり、スペシャルを使うタイミングが分かってきます。攻めだけでなく守りもしっかり把握しないといけない部分です。立ち回りとは全ての使える情報を使って有利に工夫し行動することです。ルートや優位性だけではダメということですね。ただし全てを把握するのは難しいと思いますので、まずはチャレンジ前に調べてみるといいかと思います。たくさんの人がマップに関しては勉強していますからね。続いては思考についてですが、そもそもスプラの思考って何でしょうか。それは臨機応変だと僕は思います。もちろんテンポの速いゲームですから考えるのなんて無理という意見もあるかと思います。ですがどんなに速いゲームでもちょっとした隙間時間があります。例えば復帰のタイミングや安全地帯への移動中、敵をまとめて倒した後など、こういった時にマップを開いたり、倒された敵や味方の数の状況を見て自分が何をすべきか一瞬考えるのが大事になります。よくマップを見ていたりするのはこのためです。さらに視野が広くなるようであれば、そのタイミングで上画面のスペシャルの溜まり具合も把握しましょう。これだけで多少は冷静に判断ができると思います。ここでわざわざ言うということはそれだけ難易度が高いということです。なのでできなくて当たり前ですので積み重ねてください。ちょっと話は変わりますが、たまにニグマなら勝てるという方もいます。それは情報が言葉で流れてくるので日頃足りない情報が収集でき、自分で考えて行動をする回数が増えてるからなんですよね。ということは情報を収集できれば普段でもそのポテンシャルはあると言えます。遮断された中でいかに情報を集め思考回数を増やすのかが大事になってきます。これになれればあとは直感的にできるようになりますので、最初のうちはとにかく考えて体に染み込ませるまで頑張るしかないです。そうしないとなかなか難しい部分です。キャラコンを伸ばすにはそもそもキャラコンを伸ばす意味を考えた方がいいかもしれないです。キャラコンは敵よりも先に有利位置を取るためであったり、敵から逃げるときにインクを避けるためと重要な部分になります。上手いプレイヤーならばキャラコンで多少のエイムずらしはしますからね。こういった目的を持った上でマップの参考することをお勧めします。人によってはイカ速のギア数が違ったり、ちょっと難しいジャンプとかあるんですよね。実際に近い状況でしっかりマップや壁のジャンプをしてみると自分なりの最短ルートが分かってきます。またキャラコンを要する場面は緊張状態なことが多いので、ぶっつけ本番では失敗することが多くなります。しっかり練習をして本番で活かせる頃には自然とキャラコンも上達します。ちなみに天美術大学のキャラコン練習が個人的におすすめです。ということで、今回は腕前のブレ幅を減らすための改善と考え方でした。腕前の数値は一つですが、そもそも個人の能力を分けてみると腕前が安定しないのも納得してもらえると思います。ですが、そこを見つけて改善すれば伸びる可能性はありますので、少しずつ焦らず伸ばしていきましょう。そもそも1日で上達してプロになるなんてことはないですからね。今後もためになる動画作りを頑張りますので、気になる方はチャンネル登録をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。